あ、これぐらいかな。はい、これぐらいですね。ちょっと茶色がかってくるときにひっくり返すと僕はいいと思います。ザ・チキン野郎です。ということでですね、今回はですね、私チキン野郎が作るチキン料理で、どれむね肉を最高に美味しするするくもうワンテイクお願いします。あ、あ、あ、はい、オッケー。チキンステーキを、ん、チキンステーキ、あ、もうワンテイク、テイク5、鶏むね肉を最高に美味しくするやり方としてですね、私が提唱しているやり方があります。鶏むね肉ってそのまま焼いてもパサついてて美味しくなくないですか。僕が提唱するやり方はむね肉のムニエルでございます。ムニエルにすると非常に中にですね水分がとどまって非常に美味しい。これをですね僕は提唱したい。むね肉ってすごく安くてヘルシーなんで、これをですね食べていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料紹介したいと思います。鶏むね肉以上、潔く鶏むね肉、あ、まああとはね、今日は添え物にベビーリーフ買ってきましたけども、ニンニクさえもいらない。今日は鶏もも肉を調理と調味料でどんだけ美味しくするかっていうのをやっていきたいと思いますから、それでやっていきたいと思います。何、うん、それでやっていきたいと思いますよ。やっていきたいと思います。今回は僕を一番美味しく調理していきたいと思います。僕を一番調理しないと僕が調理した料理が美味しくならないじゃないですか、せい。ということでやっていきたいと思います。はっ、マルチマシーンビョー。じゃあやっていきたいと思います。自らが最高ではないと最高の料理は作れないんですね。料理はね、楽しまないとダメなんです。テンション上げてください。じゃあ乾杯。くー、ミニールをにしていきたいと思います。すごく簡単な調理法なんです。この鶏むね肉ありますね。これ、ね、そぎ切りにします。5、6等分ぐらいですかね。こうやって斜めに、ね、刃を入れていきます。斜めに入れていくとこういうピースになるんですね。ピースを作っていきます。こうやって斜めに入れることによって断面が広くなってですね、これから叩いていくんですけども、非常に叩きやすくなっていきます。こんな感じにね、ピースごとに分かれました。はい、で、まあ断面が広いんでこのまま焼いていただいても全然 OK は OK なんですけども、テクニックを使いたいと思います。はい、こうやって包丁の背で叩くだけで結構ねフラットになります。普段使いもできる非常にいいレシピですので、裏返しします。鶏肉がこう平べったくなってるの分かりますか。テトト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 はい、こんな感じですね。ここに塩コショウをね振っていきます。この塩コショウっていうのは僕はいつも味塩コショウです。皆さん、味塩コショウの正体って何だか知ってますか。味塩コショウっていうのは旨味調味料が入った塩コショウのことなんですね。なんでこれを振るだけで旨味がつきます。だしの旨味ってグルタミン酸とイノシン酸っていう風に言われてるんですよ。味塩コショウに使われてる、ね、旨味調味料もグルタミン酸がすごく入ってるんですね。グルタミン酸っていうのは昆布の旨味なんですね。昆布のだしを美味しいと思っている人が味の素美味しいと思わないわけがないんですよ。いい感じの塩がつきました。はい、そうしましたら次は薄力粉ですね。薄力粉、これすごい大事です。なんでかっていうと鶏むね肉って水分が焼くことによって失われていくお肉なんですね。どん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 硬くなっていくんですよね。鶏むね肉はパサついてるなっていうふうに思った方って結構多いと思うんですよ。これってなんでかっていうと水分が抜けてお肉があまりにも火が通されすぎて硬くなってしまってるってケースが多いんですね。今回は鶏むね肉本当に美味しくしますよ。この薄力粉をちゃんと振ってください。鶏肉に熱がいかないようにしてる、プラス水分が抜けないんですよ。だから薄力粉を振って焼いた方が美味しいんですね。はい、オリーブオイルを引きます。まずオリーブ、まあまあちょっとね、大さじ1もいかないぐらい、小さじ2ぐらいですかね。まずムニエルやる時に重要なのはフライパンをよく熱することですね。前焼けの状態でやっても表面がパリッとしませんから。胸肉の方が安いからそれはみんな胸肉食べますよねっていう感じです。今中火に落としました。これもで、こちらこれはね、少しね、油を引いておかないと焦げつきます。強火と中火の間ぐらいに、していきたいなっていうふうに思います。これぐらいの焦げ目かな。もうちょっとかな。
あ、これぐらいかな。はい、これぐらいですね。ちょっと茶色がかってくるときにひっくり返すと僕はいいと思います。あ、いいですね。中が火はちゃんと通っているんだけど通しすぎてないっていうようなところまで行ったらもう我々の勝ちです。外側がパリッと焼けた、裏側がパリッと焼けたらもうこれで止めちゃいます。お皿に移してから余熱で火が通る。お肉を持っていきます。あら、美味しそう。あと お皿変えてこんな感じに盛りました。で、こっからソースをしょっぱいで作っていきます。はい、バター 15g 15g ね。今ここに鶏肉の焼いたすっごい旨味のある焦げ目がこのフライパンの中に閉じ込められておりますね。焦がしバター醤油、今強火です。バターを熱していくとどうなるか。縁からちょっと焦げてんの分かります？泡が茶色くなってくるんですよ。これが焦がしバター。で、ここにお醤油。焦がしバターと醤油って非常に相性がいいの。はい、ここも火止められてありますよ。で、味の素3番ちょっとね、伸ばします。酒大さじ1、お砂糖1つまみ、焦がしバター醤油ソースですね。ちょっとバルサミコっぽいな。昔の料理やるとちょっと意識戻っちゃうな。ここにレモン少し添えればいいんじゃないですかね。はい、はい、こちらで鶏むね肉のムニエルブールノワゼット醤油ソース。いただきます。白ワインが欲しいです。ジェコブズクリフの白ワイン、これうまいんだよな。なんで箸使ったか分かりますか？噛んで切れるからです。最高うまい。ちょっとレモンかけていいですか？めっちゃうまい。お菓子バターの風味もすっごいあって、そこに醤油の味だよね。この鶏胸肉180円だったよ。レモンあった方がいいような気がするな。これこれはうまい。すごく上品な感じ。バター醤油ソースにすると何がいいかというと、ご飯食べるんで、思考シリーズが最近めっちゃ難しい方向にいってるでしょ。どんどんハードが上がってるから、ハード低いもの出さないと。すべて塩梅でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。もう終わりです。終わりです。鶏胸肉を醤油したいっていう人たちが、このにはワンサがいるんだ。ボディービルだと。まあダイエットしたりとかもね。ボディービルダーとか、まあ、健康筋肉もタンパク質を欲しがってる人たちが、そこで俺はバターをぶち込んで脂質バターぶち込んで困らせる。